日本人墓地公園入り口シンガポール日本人墓地公園はシンガポールセラングーンのチワンホーアベニュー825バイトにある日本人墓地のある公園。1891年に創設されシンガポールの在留日本人の遺骸が葬られた。ロシアからの帰国途上に隠しした双葉帝氏名の墓が有名。日本軍の占領中終戦直後には 多くの戦没者の慰霊碑が混流された。1957年には墓地の管理を目的の一つとしてシンガポール日本人会が設立された。1974年にシンガポール政府から墓地使用禁止命令が出されたことを契機に墓地公園として保存されることになった。1888年11月、シンガポールの主な在留日本人が 上司軍の女性たちだった頃、召喚、ゴム園、雑貨商を経営して成功した、ニキタがジ郎が、彼女たちが、極死者や、兵馬の埋葬地に葬られていたのを哀れに思い、自己所有のゴム園の一角に墓地を作ったのが始まり。1891年、ニキとかつて上海に滞在し本願寺の慈善会墓地を、知っていた渋谷忍治と中川菊さが協力して、 シンガポール政長に日本人墓地の創設を請願し、同年6月26日にシンガポール政長の許可を受けて、セラングーンに2機の所有していたゴム園の一角6エーカーと、公有地2エーカーを合わせた8エーカーの墓地を新設した。シンガポール日本人会、史跡資料部によると1888年の墓地創設時、シンガポール日本人会にある 南洋の50年からの引用によると1891年の墓地新設時に囚人墓地に埋められていた日本人の遺骨が新墓地に改装された。2期は後に自身で私有地4英館余りを寄付し、999年無料貸し下げの許可を得た。シンガポール日本人会は南洋の50年からの引用として創設以来2期が 墓地の維持管理にあたったとしているが、シンガポール日本人会史跡資料部によると1888年には墓地内の無縁物の管理にあたるため、共済会が発足しており、シンガポール日本人会史跡資料部は墓地の管理は有志と共済会日本人会が行っていたとしている。2004年現在、墓地内にある御堂は無宗教の御堂となっている。以前の御堂は、 釈境、山西雄二と言い,い、1893年に兵庫県出身でシンガポールに渡来し、宅発を続けていた梅千和尚が結んだ草案を由来とし、1911年12月に永平寺監主、日置木千和尚によって街道式が行われた。当時の御堂は、白有被害で現存せず、2004年現在の御堂が三代目となっている。 公園内には910機の墓標があり、氏名合計は1013柱。没年別ではとなっている。ロシアから日本へ帰る途中、インド洋上で病没したロシア文学者の双葉亭、氏名の意外が葬られ、その墓は墓地の東北隅にある。日本人戦没者の慰霊碑日本がシンガポールを占領すると、マレー作戦での戦没者の記念碑など大型の石碑が、 建てられた。主なものは、下記の通り。戦後しばらくは、日本人のシンガポール入国は禁止されていたため、訪れる人もなく荒れるに任せていたが、1952年の日本総領事館再開後、会員と在留法人が共同で、清掃管理にあたり、二宮健総領事を委員長とする、日本人共同墓地管理委員会が設立され、同委員会を組織、 運営していくための母体として1957年1月8日にシンガポール日本人会の前身日本クラブが発足した。戦後、シンガポールでは墓地を接収して宅地開発が進められ、日本人墓地に対しても1974年に墓地使用禁止命令が伝達されたが、日本大使館とシンガポール日本人会がシンガポール政府と接触した結果、 墓地公園として保存することが許可された。シンガポールセラングーンのアッパーセラングーン寺を左折して、伊予中間路をしばらく行った右側にあるチュアンホーアベニュルに入り、墓地の標識から10メートルほど入ったところに入り口の門がある。シンガポール日本人会は日本人墓地公園の寄付活動を続けている。ご寄付をいただいた方々のお名前は1年ごとにまとめて、 メモリアルプラザの名板に記載される。ありがとうございます。